こんにちは、森本です。本日は DJ 解説動画となります。よろしくお願いいたします。今回ピックアップするアーティストはですね、ロシアの女性 DJ ニーナ・クラビツとなります。まあもうめちゃくちゃ有名な DJ なので、もう皆さんご存知だとは思いますが、その中でもまだ知らないっていう方がいらっしゃいましたら、私のですねこのチャンネルの中にニーナ・クラビツのですね解説をしている動画がありますので、ぜひそちらご覧いただければ嬉しいです。概要欄にですねリンク貼っておきますので、そこからご覧いただけます。ではですね、彼女のこういったこの動画を DJ 動画を通してですね、初心者 DJでも、すぐに真似できる、まあ、素晴らしいテクニック的なところをですね解説させていただき、この動画を見終わった頃にですね、初心者 DJ でもですねスキルが1つ2つこう増えている状態になればなと思って動画を作っておりますので、最後までご覧いただければ嬉しいです。またこれからですねクラブミュージックを聴いていきたいという方もですね、この動画で聞いたこう情報をですね持っているとですね、クラブに行った時、まあ、クラブミュージックを聴いた時にですね、今までと違うタッチできる部分がですね増えると思います。そうなるとですね音楽もちょっと面白くなるんじゃないかなと思いますので、そういった方も合わせて見ていただければ嬉しいです。それでは早速動画の方をですね解説させていただきたいと思います。これは結構僕の主観なんですけども、彼女のですね DJ 動画って結構いっぱいあるんですけども、この動画はですねその中でももう最高に、まあ、素晴らしいプレイの一つかなと僕思っております。でこの動画をですね一応概要欄にリンク貼っておきますので、すぐ見れるようにしております。でこの動画の解説はですね、その、元の動画のですね35分ぐらいのところから解説してますので、まあ、僕の言葉抜きに見てみたいという方はですね、その35分ぐらいからスタートしていただければいいかなと思っております。でこの動画でですね、初心者 DJ の方がですね、学ぶべき素晴らしい点は何かというとですね、お客さんとですね、同じ目線で今かかっている音楽を認識するということですね。これ結構ですね、まあ、当たり前のようなことなんですけど、結構難しいんですよね。自分がかけている曲に、まあ、酔うって言ったらあれですけど、まあ私も昔そうだったんですけど、やっぱり酔いがちなんですよね。でも、この、動画を見てるとニーナ・クラビツめちゃくちゃノリノリなんですけども、まあ、この中の映像の中でもわりかしちょっとハイテンションで乗ってる感じはあるんですけど、でもそこまでこう周りで踊ってる人ですとですね、そんなにこう音読差がないような気がするんですね。要はこれって自分が今かけてる曲、このクラブの会場の雰囲気とですね、すごいリンクが高いんですよ。要は客観視して俯瞰してこの状況を見れているっていうところですかね。これすごい素晴らしいことだと思います。でなんでそれが素晴らしいかっていうとですね、要はお客さんと同じ感覚で今のかかってる曲をですね認識していると、次にどういう曲がふさわしいかっていうセレクトをするときに、みんな考えてるとは思うんですけども、何が一番ふさわしいかなって考えて曲をかけてると思うんですけど、でもその中でやっぱりお客さんとこう波長が合ってたら、もうベストのセレクトをやっぱりできるんですよね。これってもうちょっと本当抽象的で感覚的な話になるんですけど、これって本当間違いないところだと思います。どんどんお客さん盛り上がってますよね。ここはもうやっぱりこういうところですよね。盛り上がってますね。では次、ローをこう抜いている、で、ローを戻してくるとか、そういうところも、やっぱりこういう感じでですね、お客さんとコミュニケーションを取ることでですね、まあ、成し得てるというか、あれですけども、しっかりとこうコミュニケーションを取れているからこそできる、こう、DJ なのかなと思います。ここすごいですね。こういうことですね。要はもうお客さんと波長が合ってるので、次にどういうことされたら嬉しいっていうのがですね、まあ DJ がですね先を見てですね想像がやっぱりできるんですよね。だから今みたいにこういう曲かけてこういうプレイしたら盛り上がるぞーって分かってプレイするから、もうやっぱりマッチして会場が湧くんですね。これをする時の、まあ、ポイントとして、ニーナ・クラビツってあんまりこうミキサーに顔近づけないじゃないですか。むしろミキサーのつまみを触ってるのに、そのつまみを見ずにお客さんの方を見たりとかすることも結構あるんですね。で、これっ
って、DJ してる人とか DJ 始めて練習してる人とか分かると思うんですけど、やっぱりちょっとしたこうつまみの動きでですね、全体の音像、音の姿って変わってきてしまうので、わりかししっかりと、ミキサーのつまみを見たいんですけども、まあそこをですね、ないがしろしろってわけじゃないんですけども、これもまあ長年こうミキサーを触り続けていて手が慣れるとかってあるかもしれませんが、やっぱりお客さんの姿がですね、しっかりとこう視界に入ってくる状態、これがですね、すごい重要ですね。ミキサーにこう顔をですね、こうぐーっと寄せるとかではなく、割かしこうまっすぐ立って、お客さんの姿が目に入る状態で、そのミキサーを触るっていうのはすごく重要なことなのかなと思います。重要なことなのかなと思いますというか、すごく重要なことです。でこうつまみを触りながらもですね、お客さんとこう顔を合わせてですね、目を合わせてコミュニケーションを取るっていう。だから DJ って何してるかっていうと、音でお客さんとやっぱコミュニケーションを取っているアーティストというふうに考えていただければいいですかね。なんかロックミュージックとかも音楽でお客さんというか、まあ、人とコミュニケーションを取ってるんですけども、取り方のなんか内容が違いますよね。もうファンの人が集まってるところに自分たちの曲を演奏するので、わりかし何て言うんですかね、必ず喜ばれるというか届きやすいんですけど、 DJ ってその日どういう気分かわからないけども、とりあえずまあでかい音でミュージック聴きに行こうと思ってる人が来てるんですよね。そういったこういろんな気持ちを持っている、いろんな背景を持っている人がですね、その日の気持ちでこうクラブに来てるんですね。その人たちとですね、まあ全員とは難しいんですけども、なんか大きな一つのこう塊としてですね、なんかこうコミュニケーションを取っていって、一つのこう空間時間をですね共有する、そういったものをですね作っていく、このコミュニケーションだと僕は思っているんですね。まあ、そういうふうに思っている DJ の方もいると思います。今それだけではないと思うんですけどもね、他のまあ考えもいっぱいあると思いますが、ただこの動画でもう一番はやっぱりお客さんとのその何ですかね、波長テンションをですねしっかり合わせてコミュニケーションを取って、まあ自分よがりではなくて、今この場でですね、自分 DJ してる自分も楽しめて、お客さんも楽しめるもの、その中でですね一番ふさわしいレコードはこのタイミングで何か、でその次は何かっていうのをですね出していく、そのため の, そのベストな答えを出すには、お客さんとのその波長を合わせることだっていう、そういったことをですねこの動画で伝えた方です。これはですね、まあ、家の練習ではすごく難しいんですよね。なんでクラブでこうプレイするときにしかこの練習っていうのはできないので、まあクラブでこれを練習するしようっていうのはですね、結構その大事な本番なので、一発一発がですね、一回一回の DJ がですねすごく重要なのは分かるんですけども、だからこそ次に繋がるかどうかっていうのは、まあ、ミスったりすると次に繋がりにくいかと思うんですけども、ただ長い目でですねずっとこう DJ をやっていくであれば、やっぱりこのお客さんとのそのなんかコミュニケーションを取るっていう重要さは、まあ、1回目の DJ の時からですねやっぱり考えていくのがすごいいいかなと思います。なんか踊ってないなとか、踊ってくれないかなとかっていうのをですね常にこう考えながら、なんか悪くはないんですけども、初心者 DJ を避けた方がいいと思うのは、俺の DJ、 私の DJ は間違ってない、だからちゃん自分の信念を貫いていけば後から人がついてくるだろうっていう風にですね思ってプレイするっていうのは悪くはないんですよ。絶対に悪くはないんですけども、結果につながるまでがですね結構時間がかかると思うので、その道はですね避けた方がいいかもしれないと思います。なのでニーナ・クラビッツの DJ 動画他にもいっぱいあるんですけど、わりかしやっぱそのお客さんとそのコミュニケーションを取っているものが多く見られるので、まあそれをですねみんな見ていただくと、なんとなくいい手本、なんとなくわかるんじゃないかなと思うのと、ニーナ・クラビッツのこの DJ スタイルはすごくスキルとかそういうのもあるんですけど、やっぱりそのお客さんとのその距離感であったりとか目線の合わせ方がですねすごく勉強になりますので、まあそこをですね彼女のこういったもうせっかく
こう残っているアーカイブとしてですね、残っているものを本当優れた教材だと思いますので、それをもう活用しないのはもうかなりもったいないかと思いますので、ぜひこれをですね活用して、ご自身のスキルを上げていただければいいかなと思います。というわけでですね、今回は、お客さんとの目線を合わせる、そうすることによって自分が次に選ぶ曲がその場にふさわしいかどうかというときにですね、ベストなセレクションがですね、限りなく高いレベルでできるというところをですね、解説させていただきました。ありがとうございます。またこれからもですね、どんどん動画をアップしていきますので、応援していただければ嬉しいです。また、チャンネル登録していただければですね、新しい動画をアップした際にはですね、ご連絡がいくようになっておりますので、登録の方もしていただければ嬉しいです。それでは本日はどうもありがとうございました。